今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。寒いですね。本当そうですよね。まあ、僕なんかね、あの、ご存知のように、人よりも、こう頭部を守るものがね。全然ないですから。ええ、ええ、ええ、寺島さんのようにね、あの。 ウールが頭の上に浮かってる人とか。いや、ツールじゃないと思いますね。河川ですか、それ。河川だと思いますねあの、あの、カミングアウトですか。いや、そうじゃない、そういう河川じゃなくて、だいぶ髪の毛が襲ってきちゃってね。ああ。そういう意味。いや、若い時。比ヒュ喩ですか。比喩です。比喩です。なんのじゃないですよ。俺の陣営かと思っちゃった。陣営って、ああいうのは陣地なんですか。そうでですすそそううか、テリトリーなの。そう、もう、重要なね、アイデンティティ。です そうですかえ、まあ、そういうわけではなかったんですがねでもかなり細ってきてるっていうね<ー>そういう心配はありますわね大根おろしとかね、ええ、あの加えるといいかもしれないですねえどこにですかうですよ<いや> <laughs> 紙にいいのかとかもちろわかめとか海藻類は聞いたことあるけど僕が言うとねすごいねなんか信憑さありますよねジャスターで聞くのみたいなそうそうそうんだ全部そうですから何やっても無駄ですまあ健康にはいいんでしょうけどね胃腸にはいいって言いますがね大根おろしはねそうですかそうですね <laughs> そうです自分でで言っといて何ですかそれ <laughs> さて、えー、自民党安倍派政和政策研究会の政治資金規正法違反事件で東京地検特捜部はパーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとする政治資金規正法違反容疑で告発された安倍派幹部7人を不起訴とする方針を固めました。 安倍派では2018年から22年、パーティー収入のノルマ超過分をおよそ100人の議員側に還流するなどし、総額5億7000万円を超えるものをですね裏金化した疑いがあります。派閥を取り仕切る事務総長経験者や 会長代理五人衆と呼ばれる幹部として下村元文科大臣、松野前官房長官、西村前経済産業担当大臣、高木前党国対委員長、塩谷元文部科学大臣ですね、あと世耕前党参議院の幹事長、萩生田前党政調会長、この7人が告発されていました。 We'll be right back. でえー、幹部らはですね、還流について、派閥会長が決定する案件だったとして、不記載への関与を否定しました、えー、会計責任者も、幹部から不記載の指示は受けていないという趣旨の説明をしていて、えー、共謀を示す明確なあこの証拠も見いだせなかったと見られています。塩、えー、文科大臣も含まれていいるととうことなんですが安倍派7幹部 ということなんですが、これ、えー、いかがでしょうかね。まあ,あの国民のね。あの感情レベルではまあ、批判もね。これあると思いますが、はい、やはりこの裁判とかになると、えー、おそらくそれを維持することが。 まあ証拠が乏しいとか、ですね、はい、まあ因果関係があんまり見出せなかったとかいうので、はいえー、なかなか難しかったんではないかなというふうには思いますよね。また、あの、えー、問題的にもね、あのー、どこまで、ね、この問題が、まあ、要するに形式犯と言いますか。はい、あのー ちゃんとです、ね、あの資金規正法にのっとって、えー、記載してい,いなかったということで,、はい、で例えば、これがです、ねまあ、裏金とかいう、ね、あの印象操作もありますけど何らかの賄賂性があるとか,、はい、なんか政治的に、ね、あの不適切な問題につな、えー、がっているのかとか。 例えば汚職だとかですね、はい、そういったもの、まあ、そういった可能性になかなかこう見えないですよね背景的には、はいまあ、そういった点ではこう不起訴の流れっていうのは、まあ、やむを得ない面もあるのかなと思いますけれども。 まあ多くの人は、やはりそんなこと言い出したら政治資金規正法の形、ね、骸、はい、化につながっちゃうんじゃないかなという、ね、あ<ー>あの批判もあると思いますから、はい、やはりこの政治資金の透明化デジタル化とかですね、えー、そういったものでなんかアプリみたいなのを使って支払いを透明化するとか、はい、あるいはまあ今、ね、派閥解消の方に行ってますけれども、えー、これってまあ政治的には、ね、なかなか面白いアクションかもしれませんが結局、そういうのを今までもずっとやってきたわけですよね。はいでえー、派閥を持つなっ っていうのは土台無理なわけですよ政治家っていうのはやっぱ最終的には権力を握りたいと簡単に言うと総理大臣を目指してますから<え> 都を組むのは当たり前ななわけなんですよね、はい、でそこでやっぱ問題なのは、そこにまあお金が集中してくるときに、そのお金が不適切な流れがないように、透明化を図るってことがやっぱ重要で、はい、派閥解消の議論ばっか言っていくと、またこれ、何年か先にね、えー、同じような問題が出てきて、終わ、はい、りっていうね、えー、えことになりかねないなというふうに思いますね数十年前にもあったんですもんね、そうなんですよ、それでやめようっていうことで、はい、今回、こういった問題になってしまったってことをね。はいまあ 政治家の人たちは派閥解消というと、これ、ガラガラポンにつながるんで、結構、はい。 美味しいんですよねだからそっちに傾斜しがちだしマスコミの方もこれ根本的な問題を、まあこれね、僕の悪意の解釈ですけど、はいえー、温存しておいた方がまたこれネタになりますからね<ー>似たような問題が何個か、えー、出てきますからまた起きてくるとそういったことで言えばです、ねやっぱね、あのお金の流れの透明化を優先すべきなんですがなかなかそれが、ね、あの国会ベースでも与、えー、党ベースでも出てこないというところがやれやれという感じがします。 はい、で特捜部は、官僚やプールでこの裏金化していた所属議員側について、不記載額が4000万円を超えた池田衆議院議員、大野参議院議員、谷川衆議院議員の刑事責任、これを追及し、不記載額がそれに満たない議員側は、過去の摘発事例との公平性などを考慮して、立件を見送ると見られています。 うまあこのまあ、いろいろ4000万円でこの線を引いていいのかどうか、い、ね、過去のテキャス事例との公平性とかね、はい、なんかこういうのね、えー、え全然こう勝手にこう検察側が決めてる、えー、前ルールですからね、はい、だからそういったものがこう時代の流れだとともにね、えー、今やっぱこう国民の見る目があの政治にかかるお金については、ですねかなり厳しくなってるじゃないですか、はい、そういったことを考えると、えー、このね、4000万円を超えるうんぬんいうのが妥当な。 なのかどうかってね。改めてまあ、それね、えー、検察もまえ治験もですね。東京地検もまあはっきり言ってねこういった事件が起こると正義の味方っぽくなってます。けれども、も、はいえー、事件のまあ、情報を小出しにしてね。えー、政治的なコントロールだってしてるわけなんですよ。彼はねああまあ、僕から見たらね。財務省と似たり寄ったりですね。えーえー、悪い官僚の典型なんですよ。彼らね。うんうん、まああんまりね。あのもてはやすのもどうかなと。 はい、でも、えー、マスコミなんかはそこら辺からねあのリーク情報をもらって記事にしてますからね、はい、表立ったら批判もできないわけですよね、まあ、そういったところでねねなんか、ねあのー、知見と与党、そしてマスコミ、はいーまあ、僕からするとこの問題をめぐってねなんか抜本的な対策を先送りして<ー>、えー、繰り返し、ね、似たような事件でお互いがうまみをね吸っていくみたいなね<ー>そういった構図かなっていう気もしますよね。はい 時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ニュースピックアップ、こちら。産経新聞、東証一時3万6000円超え。 週明け昨日の東京株式市場日経平均株価が一時節目の3万6000円を超えました終値、ね、前の週の終値に比べて324円68銭高3万5901円79銭でしたバブル経済期の1990年2月以来およそ34年ぶりの高値を5営業日連続で更新しています前ののの週末の終値からの上げ幅 一時400円を超えました前の週末にかけて発表した企業の好決算を受けて、買い注文優勢。 朝方は前の週末の終わりに比べ下落する場面もありました急ピッチの上昇を警戒し当面の利益確定をさせるため売り注文が出ましたが徐々に買いが優勢となりました春闘で去年よりも高い賃上げが期待され価格転嫁による収益の改善など堅調な企業業績が見込まれることも材料に年明けから平均株価の上昇が目立っています田中さんこの現在 あの日本経済新聞さんがたまに面白い記事をです、ねえー、この件について書いていてあの日経平均 VI っていうのがあって、はい、これは、まあ、恐怖指数っていってですね、まあ、普通であればこの数値が高まっていくと投資家がですね、はい、まあリスク をあまり取らなくなくると先行きの経済にです、ね、不安を持ってしまってです、ねまあ、恐怖感を感じるわけですよ、簡単に言うと。はい、で、えー、その数値がです、ね、結構高まるとともにこの、えー、日経平均株価もです、ね、<え>連動して高くなっていると。ていうことは、えー、あのそれをですね、まあ、いろんなね、あそれに付随していろんな解説もあるんですよ。それはちょっとテクニカルなもんなんで話しおりますけど、はい、簡単に言うと、<え>えー 投資家が何らかの要因で、えーまあ、合理的とは言えないような判断で過熱してると<ー>、えー、日本株を一生懸命買ってらっしゃると、えーえー、じゃあそういったあまり合理的とは言えないような行動がそう、ね、日経平均 VI から言えるとするならば。はいあのー これはは長くつまり今上がってるずっと上がってますけれども、えー、やがて、えーまあ、あの下,が下がる方向でね調整されるんじゃなかろうかなっていうふうに思うのが普通なんですが分、はい、かりません、えーあのね、もうみんなねお祭り状態でイケイケどんどんみたいなねことになるかもしれないですけどただねあの日本の、ね、企業あの プライム市場にある多くの企業もですね、はい、なんか会社をですね解散した方がまだマしってぐらいのですね<い>企業収益のですね悪さ、えー、<ー>みたいなものがあってあまりこう魅力のあるような企業っていうのはですねそんなに日本には実は多くなくて<い>なんとなく日本経済が先行きいいんじゃなかろうかなっていうですね漠然としたあの動きで<ー>、えー、今の株価っていうのは上がっているんじゃないかなっていうふうな 見固まりますね、はい、それはまさに先ほど言ったようなあまり合理的とは言えないような判断をこう裏支えしているような気もしますよね。はい、だからちょっと何かあるとガガガガガっていく可能性もありますがまあここまで来ましたからねバブルの時の最高値っていうのはですね3万8900円台、えー、後半ぐらいだったんですね。 翌年にはですね、あのー、4万円台行くんじゃないかと思ってですね、はい、いきなりバブル崩壊になったわけなんで、ね、まあこのね、最高値ぐらい行きますか、ね。 え、いけますか日経平均くん、頑張って。いやいやいや、そう。傍観者みたいな感じいやいや、だってね、あの、まあ、株上がった方がね、下がるよりはね、いいっていう人も多いじゃないですか。やっぱね、株価っていうのは経済の血液みたいなもんですからね。あんまりね、高くなって高血圧じゃまずいですけど。これぐらいのね、あの、レベルぐらいだったら、まあ、過去のね、あの、遅れた分をリカバリーしてね。 本当だったらね日経平均今だったらね4万円どころじゃなくて8万円台ぐらいになったって別にいいわけだったわけですよバブル経済崩壊後の長期停滞がなければねそういった意味ではですねだって確かに経済が成長してればちょっとずつ上がっていく自然なわけだからたださっき言ったは日本企業の中身がねそんな立派なものなのかなっていう気がしてどちらかというとね遅れてきた青春っつってですね ってるお前みたいなねそれちょっとあのそれカツラだろってアトムってええアトムえっ鉄産アトムのねおわん型のかつらみたいでそれ見え見えだよお前っつってねそうですもう中身ボロボロでしょってこれ株価も手塀とかいうのはいつなんですかねこれね企業の新陳代謝がねあんまりよろしくないんですよ簡単に言うとねそういった意味ではねこれからのね何て言いますかね 日経平均株価全体を潜在的に押し上げていく、ねえーえー、形にならないと金融政策頼みっていうとか、ねはい、そういった、えー、アメリカ頼みとか、はい、そういったものでなんとなくこう今、上がってるととかかね、うん、それはちょっっダメかなって気がします、ねはい時刻6時20分です。 時刻六時三十二分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。今年の小規模企業の倒産数が八千二百九十二件と前の年に比べ三十六パーセント増え失礼去年の小規模企業の倒産数が八千二百九十二件と前の年に比べ三十六パーセント増え倒産全体の九割を 超えましたコロナ禍の政府の資金繰り支援で生き残ってきましたが物価高や人手不足で経営が維持できなくなったケースが目立つといいます全体の95%を従業員20人未満の小規模企業が占めているということなんですが田中さんこれはどうご覧になりますかそうですねまずあのニュース自体が大げさに捉えられている面もあるんですよねどうしてかというと前の年に比べて36%増えたと、はい、これだけは すすごいんですが、ええ、逆に言えば、ですね、えー、コロナ対策で政府がいろいろ支援してましたので、はい、倒産というものがですね、えー、コロナ禍の時期非常に低く抑えられていたと、はい、でそれで、えーまあ、言ってみればですね、通常並みに戻りつつあるとコロナ以前のこの倒産件数のですね、えーまあ、件数と。はいえー まあ、大体似たような感じになってきたのであ、はいまあ、見かけですね、えー、増えているように見える面もあると、はい、でさらに中身を見てみますと、えー、コロナ禍前からまあ深刻化していた後継者不足、はい、特にこれはですね、えーまあ、小規模の企業にですね、えー、あの多いんですが、はい、そういったものがさらにあの経営者の高齢化あ,<ー>、えー、あるいは人手不足っていう形で、はいえー、顕在化してきたという、はい、面がまずあると。はい、つまり、まあえー まあ平常化って言いますかね、まあ、こういった言葉なんか倒産で使うのは変なんですがコロナ禍前の,あの形に戻ってきたなということなんですね、はい、一つはね。えーでえー、ただし、えー、見逃せない面もあって、はい、やはりこのコロナ対策でですねゼロゼロ融資みたいなのを受けてきてですね、えー、かなりこう融資の面では優遇を受けていたんですがそれがこう、えー、返済時期になってきて、はい、23年からねそういったものがですね、えー、次第に企業経営 にええー、悪影響を及ぼしているっていう面もあります。はい、はい、はい、まあ、ゼロゼロ融資、その返済の時期迎えたで物価高。あと、はい、まあ、人手不足で人件費も高くなる。そうですね。それが負担がどんどん積み重なったという感じなんですね。それが、まあ、大体、えー、小規模企業に、はい、まあ、集中して起こっていて。で、資金繰り悪化。はい。 ではまあ、あの以前からこう後継者不足で、まあ、あの新しい経営の、まあて言いますね、潤滑油が、うまく、はいえー、それ以前から回っていないという企業が、やはりこの倒産に追い込められていると、はい、ただ件数自体はです、ねまああの、先ほど言いましたように、コロナ禍前の、えー、平均的な状況に戻ってきていると、はいえー、でなんか見かけ、その増加率は多く見えているというような形ですね、はい、また後ほどお話伺います。 時刻6時41分です今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています最大震度7の強い揺れが観測された能登半島地震で震源となったとみられる日本の海底活断層について政府や石川県が地震度地震による強い揺れの予測に反映していなかったことが昨日わかりました 石川県の地域防災計画に挙げられた大地震のシナリオの一つには冬の夕刻能登半島北方沖を震源とした地震が発生する、まあ、こういうふうにありまして今回の地震とよく似ていますしかし被害の想定は実際よりもかなり少ないと県はごく局地的な災害として死者7人負傷者211人と予測していましたが実際の能登半島地震では15日時点 で222人の死亡が確認され1000人以上が負傷しています東北大の災害科学国際研究所の東田教授によるとこの想定には 実際に震源になったと見られる海底活断層が考慮されていなかった能登半島の北の海底を沿うように走る F43F42 と呼ばれる2本の海底活断層 F43 を震源とする地震は事前に予想された規模もマグニチュード7.6と今回の地震におおむね合致するこれら2本を含む海底活断層は国土交通省が 東日本大震災を受けて平成26年にまとめた報告書などに取り上げられ津波のリスク想定に活用されてきたしかし全国の地震による揺れを予測分析する政府の地震調査委員会の自動地,震地震度を予測地図には加味されなかったといいます。 リスクとして加味はされていたんですけれども、まあ、正確にこの地震の規模を予測するというのもこれ、なかなか難しいんですね、これねそうなんですね、はい、まあちょっと私はその地震の専門家ではないので、はいえー、はいには言えないんですが。はい ただ、国交省で、えー、委員もやってましたので、はい、その経験から言うとやっぱこういった地震予測に関わる予算というのものがあまりこう潤沢ではないという面も、はい、こういったリスクは加盟できるんだけれども、えー、政府の対策レベルまで上がってこれない、はい、つまり予算がつかないと、ええ、いうこともあったんじゃなかろうかなとうう思いますけどね。えーはい さあそれではここからはですね、田中さんにこのテーマで話を聞きます。半島地震来年度の予備費を1兆円に倍増岸田総理は、能登半島地震の復旧・復興などに要する措置に備えて、次期通常国会に提出する来年度予算案の予備費を、現状の5000億円から1兆円に倍増させる方針を明らかにしました。 被災地を訪問した後石川県内でこういうふうに記者団に述べています、まあ、今日にも閣議決定する運びでして政府は先週今年度予算案の予備費から47億4000万円を支出する、まあ、これをすでに閣議決定しこの1000億円こちらもです、ね、この支出するという、まあ、こういう発言も出ていますで、まあ、この この時四47億4千万円の時にはですね、まあ、少なすぎるという声も出ていたわけなんですが、まあ、今回、この来年度予算の予備費を1兆円に倍増ということです田中さん、これはどう受け止めてますかまずその47億の時に少なすぎるという批判は、はい、全くこう勘違いした人たちの批判です。よね、はい、あのまだこう、えー あとから本格的なこの災害支援の,です、ね、あの予算というのはついてくるわけなので、はい、まあとりあえず今、この災害の復旧とかです、ね、あるいはこの救援活動それに要するお金としてプッシュ型で47億円をとりあえず予備費から出したということですねあとまた見過ごしてはならないのは今年度ですよね、はい、まだあの3月の終わりまで使える予備費というのが4000億円以上 たぶん5000億円に近いような水準で、はい、4, 億とか言われてましたもんね,、えー、そうですねまだそれが残ってますんで、えーはい、それがまずできると、で今あの、えー、ご説明になった話題っていうのは、来年度予算の話ですから、はい、これ、はいえー、その今、4600億円とはまた違ったお,た、ね、お金なんですね、はい、でそれをまあ5000億円増やすということは、す、え、で、ー、に予定されていた、つまり地震がない状態でも来年度予算は、5000億円の、えー、予備費を計上していたわけですね。それに今回あの地震を受けて えー、5,000億円追加するっていうことは政府としては、まあ、あの今年度の、えー 予備費の残額と、はいええ、でさらに来年度の,その5000億、まあ、合わせると大体1兆円ぐらいになりますね、はいえー、ぐらいをおそらく当面のですねこの能登半島の震災についての対策費というふうに考えているんじゃなかなか,のかなと思いますね、はいはいでまあ、それして5000億はほか、まあ、に何かあったときのためにという感じになるんですね例えばまたあのコロナ禍が新しいですねあの変異種なんかで、はい、え大規模拡大したりとかですねまたあと自然災害があ起こってほしくはないですが。が、ええ そういったことが起こった時の予備として取っておくというわけですので、はい、まあそこら辺はですね、まあ、なんかその47億円少なすぎとかです、ね、そういった印象操作をです、ね、マスコミ煽りがちなんですがそういったことに負けないとあと予備費っていうのは今言ったように今年度予算ですぐ使えるものがまだかなり残っていますしでいろんなまだな、あのー 被害のですね、全貌というのが、えー、かあの正確に把握されてません。せんね、えだけれども、はい、まあ、多くの、えー、合意としてはですね、大、え、体、ー、1兆円いかないんではないかというような見方もあります。えーえー、ただですね、東日本大震災の時も、えー、同じように、えー、震災が起こってすぐですね、その原発関係以外でもですね、大体こう見積もりした金額があるんですが、はい、それ全部外れてます。あのそれ以上のこの、はいえー、高規格のですね、震災対策を しようっていうことといこで、えー、後に補正予算とかです、ね、あるいはあの復興財源とかそういったものを設けてやった経緯がありますんで、はい、まだまだこの問題ねあの、えー、予算面も含めて。 どうなっていくかっていうのはまああの予断を許さないという面はありますね。はい。また岸田総理今年度予算の今年度予算の予備費から1000億円を上回る規模の支出、まあこれを月内に決定する方針も示しました。まあですから47億4000万円、まあこれに加えて1000億円をですね上回る規模の支出、月内に決定する方針も示しています。まあここにこの閣議決定した47億4000万円に続く第二弾で1000億 6円を上回るまあ、この支出ということになりますで野党からは予備費増額ではなく補正予算編成で対応すべきという意見も出ているようですが、えー、岸田総理この主張に対し国会に提出する前の予算案を変更して予備費を積みますのが最もスピード感がある対応だまあ、こういうふうに語っていますこの考えは田中さんどうですかあの岸田さんね、ええ、あの結構ですね今回の震災対応で、えー、個人的にですよ僕は あのおはよう寺社の実談の方々はずっと聞いていればお別れのように、えー、かなり経済政策に関して、えー、もう含めてです、ね、厳しい評価をしてきましたが今回の震災対応に関してはです、ね、この予算面のやり方も含めて、えー、そんなにです、ね、あの違和感はないですね、はいえー、むしろ予備費で、えーまあ、来年の予算の話ですけどね、はい、あの積み上げていくということはこれあの先ほど言ったようにまだ前方がはっきりしていないと、はい、つまり復旧がです、ね、なかなか遅々として進んでいないわけですよね。うん でこれから、まあ、二次災害の、まあ、あってほしくはないんですが、えーえー、災害関連死の対策ですとかさまざまなもので、えー、予想外のお金がかかるとすると補正予算で、えー、審議するとです、ね、また野党とかいろいろ政治的な材料にしかねないですね今の雰囲気でいうとそういうのものを避けるためにも予備費でやってしまった方がは,は,これはまあ予算措置の点でもです、ね、やりやすいと思うんですよ、政府は、えーまあ、そういった計算が岸田さんの中にあると。あと まあえー、先ほど何度も言いますが、これ今言ったら来年度ですよね、はい、今年度予算がそれ先ほど言った4600億円はまだ余ってますから、はい、でそのうち1000億円を、えーまあ、使っても、まだ3600億円残ってますね 2>、えーで、2月、3月あります。 その中で、えー、使う余地がありますからそれで対応していけばいいだけで、はい、結構まあ岸田さんは、えー、意外と有事に強いかなっていう印象をですね、はい、個人的には持ってますねはい。えー、でその岸田総理です,ですが自身の SNS で予算の制約で震災対応を躊躇することはあってはならないと述べました、えー、被災者の生活となりわいの,この再建に向けた政策パッケージ作りを進めていると説明し早急に対応可能なものか 順次実行するとしています。岸田総理予算の制約で震災対応を躊躇することはあってはならないと述べています。まあ、その一方で政府は去年に閣議決定した来年度当初予算案で国会での議決なしに使える予備費を減らしました。前の年度は通常の予備費に加えてコロナ対応など合わせると5兆5.5兆ですね5兆5000億を計上しましたが。えー 合わせて4兆円を削減しましまたえ前の年,年はです、ね、4兆円としていた物価高騰対策予備費を1兆円に減らしたほか1兆円のウクライナ関連予備費一度も使わないまま廃止にしています、まあ、こうしたこともありやっている感を演出しているだけでもっと予備費を上乗せできるのでは、まあ、こういう声も上がっているということですがこのあてり田中さんいかがですか,だからちょっっととよくわかんないですけど、ええ、あの予備費をもっと増やせっていう話で あれればそれはまああの可能だと思いますけどねただ予備費っていうのはあくまでも不測の事態に備えての支出ですよねあとはこう迅速に政治判断ですぐ出せるとプッシュ型支援みたいなものに有効に使えるという意味ではですねまああの先ほど言ったように 今現状の多くの専門家の人たちのこう合意っていうのは大体今回の能登半島の震災はまあ1兆円にいかないぐらいの被害であるというふうなのがありますからまあ今の範囲内でえおそらくできるとでそれが足りなければ別に補正予算は別に排除してませんからやればいいだけで足りなくなったら補正予算でやればいいだけで別にそれあのねあの予備費こう5000億増やしたから補正予算一生やりませんっていう話じゃないんですからね。でもなんかそういうういふに あの印象誘導を、えー、してますよね、えー、だから、まあ、今回は、えー、私にしてはです、ね、例外的に岸田さん、ねあの、よくやってると、えー、これは政策ごとにやっぱ見ていったら誰でも思うことで、えー、ま100点満点っていうのは絶対ありえないわけなんで、はい、まあそれから言うとです、ね、かなり検討してるんじゃないかというのが予備費の判断でも言えると思いますね。ね、はい、ニュース最前線でした 時時刻6時54分です今朝も驚きのニュースがたくさん届いています。今年1月以降、行政手続きの原則キャッシュレス化に踏み切った埼玉県では、運転免許証更新の手数料が現金で払えないと疑問や戸惑いの声が上がっています。埼玉県免許更新やパスポート申請などおよそ500の行政手続きに関し、 去年末で収入証紙を廃止してキャッシュレスのみに移行したと原則窓口での現金の取り扱い不可能となりました免許センターなどで実際に手続きした人からは高齢者が窓口で苦労してた更新はがきに現金不可の記載なくて不親切などの投稿が目立っています行政手続きの原,原則キャッシュレス化に踏み切った埼玉県これ田中さんどうですか まあねやっぱこういったことは、はい、あのー、僕はね個人的にはもうさすがにね、はいえー、キャッシュレスかあのいいか減ね国際水準並みに進めた方がいいんじゃないかなっていうんですが、えーはい、やはりこういうふうにやるとですねあのー なんてますかね、えー。ちょっとしたこのね、あの高齢者の人たちのね、はい、あの手続きミスみたいなものを大きくクローズアップしてこの動きをですね止めようという、はい、まあそういったあの報道の仕方ってありますよね。えー、どうなのかなって気がしますね、はい。埼玉県現金 NG としているのは自分の県のみだと認め,認めた上で現金しかお持ちでない方は金融機関やコンビニでの払い込みをご案内します。再び窓口にお越しいただく場合も。 ありお手数をおかけしますが、DX 推進の一環としてご理解いただきたいとしています。埼玉県担当者によると、今年1月の全面キャッシュレス化以降ですね、えー、本庁にも戸惑いの声が届いているといいます。窓口でチャージができない、クレジットカードも JCB は使えない <laughs> などの点が、あこれちょっと、<laughs> えー、これはちょっと、ね、自分の持ってるのが使えない応援、えーえー、みたいなことがあるってことなんですね。まあ、しかしキャッシュレスならポイントが付くな などの利点もあるので活用してほしいと話しているということですねあとこんなニュースもあります大相撲の土俵入りで高景勝が燃え姿を披露したといいますもこもこしたルームウェアなどが女性のこの中心に人気のブランドジェラートピケの化粧回しで土俵入りブランドマスコットのクマとクマさんクマさんじみた力士のこの組み合わせにですね燃える女性が続出したというふうに言われてますこれ今 手元に写真ありますけれども、ええ、可愛らしいね化粧回しですね,んねこんなまあ、ね、えこんなダメもう <laughs> いいじゃないですかい<や> <laughs> い可愛すぎる化粧回し高化粧自身が唯一無二の化粧回しと喜んでいたと言いますで、このジェラートピケの公式サイトによると大人のデザートをコンセプトに着心地へのこだわり着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムをファッションのスイーツに表現したルームウェアブランドだと言いますえー、着心地とも共にですね、可愛さも定評がありまして男性用子供 紅葉、赤ちゃん用、ペット用も取り揃えていると。田中さん、もこもこした部屋着ってのはどうですか?。いいですね。なかなかね。あの、先祖返しそうだね。先祖。なんですか?。バブーとか言って。そう。何言ってんだ、これこ、もこもこしたのね。はい。はい。なんか肌のこのね、肌触りっていうのはいい感じがしますね。 さて最後はこんなニュースです名古屋市のコンビニで尻を男性店員に見せつけたなどとして会社員の男が逮捕されました警察によると男は上半身は服を着ていましたが下半身には黒のストッキングだけを着用して来店店内をうろうろするとレジの前へ行き商品棚を覗き込んで前かがみの姿勢になり尻を男性店員に見せつけてきたといいますそして尻を左右ににフフリフリストッキングには 切り込みが入っていて、お尻を突き出すと肌が見える状態だったと言います。これ新手の変態と呼んでいいんでしょうかこの人ね <laughs>、ええ、ガキデカです。ガキ <laughs> <laughs> もう懐かしいなもうねそのその影響を受けてる年齢書いてないですけどねかなり言ってますね言ってますかああガキデカ世代というそうそうそうで多分ねもう年取り過ぎてお尻の肉がね筋肉が落ちてきてるあちょっとねそれでちょっと鍛えようかなっつって間違った方向にいっちゃったんですねお尻の肉黄昏気味の感じですね 死刑とか言いながらね出てきてるんですけどちょっとやるところ間違えてますね男調べに対して「お尻を見せれば仲良くなれると思いやりました」と読みを認めているそんなれる知り合いですかってね「ふざけんな」っつって「私もよくやってます」ってそんなんで仲良くなれませんからはい間もなく7時です。 今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです岸田総理が能登半島地震をめぐる X など SNS 上の偽情報の拡散防止に不審しています発災当初は被災者を装ったための救助要請まこれが拡散されまして最近ではホテルなどへの二次避難に費用がかかるというこういうデマも広がりましたにえ偽情報の放置 被災者の不安を増幅させかねず岸田総理は繰り返し注意を呼びかけています野党半島地震を SNS 上のこの野党半島地震のですね SNS 上の偽情報がかなり出回っていると言われてますが、えー、田中さんこれはどう感じでしょうそうなんですよねやっぱこの野党、えー、半島地震を 利用してですね、まあ、悪い意味で、えー、政府批判を行う人が多いんですよ政府批判は批判として、ね、別にやるべきで、はい、やはりこの、ねあのー、地震で被害を受けている人たちの支援であるとか、はい、救援であるとか、はい、そういった問題の方が優先するんですがなぜか、えー、それを、えー、出しにしてね、えーまあ、政府批判が優先してでそれ勢い余ってですね、まあ、SNS なんかでこう偽情報とか、はい、そういったものも含めて、えー、政府批判に持っていく人たちがですね結構多いんですよね。えーでまあ 正直ちょっと落ち着いいいいてほしなとううふうに思いますよね落ち着けないからそういうことをやってるかもしれませんが、まあ、あの岸田さんがそのツイッターなんかでかなりこう積極的な発信を今回してるんですよ。はい、で政府がどんな取り組みをしているかとかね、えー、やってますし例えばあの6時台で話があったような例えば予備費最初ね、はい、40億円使ってでこれは少なすぎると、はい、でもそれはあのプッシュ型っつってですね、まあ、使うものがはっきりしなければ予算たって あの使うことできないじゃないですか。はい、で四条件というのはまあ、簡単に言うと救援、えー、のために使ったお金ですよね。うん、でその後、えー、例えば、えーえー まああの二次避難所とかねの確保であるとかさまざまなインフラの整備とかお金が出てくるとえそれでまあ1000億円を追加するってこれ別にねあの理にかなってるんでえそれをまあ例えば勘違いする人もいるんですよねあの40億円批判を SNS でえ少ないと批判したから1000億円出たとこれすごい誤りです。全然違いまますあのえ、まあの プッシュ型支援を理解していないゆえにそういったふうになってきてこれもある意味政府批判ありきっていうねあのー ことが頭にあるっていう、まあ、一つの例だと思いますね、はい、で一番まずいのは今回はねある、えー、某有名な、えー、方がですね、はい、二次避難に費用がかか関わると、えー、まあそういったデマを、はい、流してしまったと、えー、まあ本人はなんかあの謝罪してるみたいですけど、えー、あの私その人ねあの僕はブロックされてないんですけど僕がブロックしてるんですよ、えー、もう以前から、まあ、政府批判ありきの人だったんで、はい、まあ,あのね、えー、その程度の話だったらいろんな人から聞けるんで。 ええ、あえて見る必要もないと思ってですねあのブロックしてたんですけどだからま正確には知りませんが、はい、どうやら謝罪,謝罪してるみたいですよ、ええ、まあ言ってみればあの、ね、岸田さんに、あのー、公然と怒られて反省してると、はいえー、反省しなさいと、はい、ま先生に言われて、ええ、立ってなさいと言われているようなもんですかね、ええはい、それちょっとね、情けないよね、やっぱこれはあのー、政府批判っていうのは、えー、やるんだったら事実に基づいてやった方がいいと思いますよね。はい にこう調べてね特に今回のような、えーえー、多くの国民が、あのーまあ、被災したり、はい、あるいは、えー、それに対して非常に心を痛めている問題をこれはまあ,ある意味、えー、本人たちがそういうふうにはしていないとは思いますけれども結果として悪用した形で、えー、政府批判をするっていうのはね、えー、少し冷静になってほしいなというふうに思いますよでそちらに関して岸田総理自らの X にこんなメッセージ投稿しました。二次避難 先は行政で手配しており避難者の方にご負担いただくことはありませんその他のご情報も散見されます影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません公共機関等からの情報の確認をお願いしますそうですね、はい、僕ななんんんかかはああののの常さがね動画の方で、えーえー アフターテラちゃんかな、はい、なんか紹介されてましたけれども、あの僕なんかは、えー、この今回の出来事で、まず公的な、えー、SNS の使い方ですよ、はい、公的な情報しか、まあ、リツイートしないと。うんえー、で なるべくこう出所不明例えば匿名の人が言っていたとかですねそういった人たちが流れてくる問題は全部シャットアウトすると、えー、いうことがまず重要で、はいまあ、あと、えー、政府の対応をです、ね、こう批判するのはいいんですがでも事実分かってないですよね、はい、あの全問がよく分からないとまだ、えー、被害状況もね、えー、ようやくう、えーまあ、救援活動もまあやっている最中ですから、えー、そういったことを考えるとですね まああの被害の全貌がわからないうちからですねなんかあの予算が足りないとかね、いろんなことを言う人もいますけれども、そのために例えば予備費みたいなものを使ってるんであって、確かその予備費もねあの使い残しがあるかもしれないですよ、予備費は予備費ですから、でででそれをね後からまた批判する人もいたり、予備費の趣旨も分かっていないのに、そういった批判をする人たちもいて、かなり議論が錯綜して,て、場合によっちゃはね、明治大学の教授 私も当時の飯田康之さんが、はい、あの書いてましたけれども、えー、大阪万博の、えー、中止とかね、はい、そういった批判問題にもあの結びつけている人もいたりですね、もう少し冷静になって見てほしいなっていう面もありますね。はい。でこの背景にあるのがですね、悪質なデマの拡散でしてえ政府、石川県はえ災害関連死を防ぐためえ被災者にホテルなどに移ってもらうよう強く呼びかけているんですが X ではまあ、こういうそうした二次被 避難に費用がかかると誤認させる投稿これが拡散されたといいます、えー、中には先ほども出ましたが有名タレントによる投稿もあったと東日本大震災熊本地震でも、えー、避難生活の長期化に伴う体調悪化による関連死これが深刻な問題となりましたデマの拡散は二次避難を躊躇させることにつながりかねず岸田総理は国民の命に関わることを放置できないと 自ら注意喚起をを行うことと決めたいいます今回 SNS では災害を政治利用するかのようなデマも横行すると政府が物資支援の当座の支出を決めた際一部の野党議員はその47億円だけが の総ただ、今回現地の体制上の理由から海外の援助隊を一律に受け入れていませんが台湾からの申し出を断ったというバランスを欠く投稿も参見されたということですよねだから、まあ、こういった、ね、政治利用でこの、えー、災害をですねあの使うっていうのは、はい、本当に個人的な意見ですけれどもちょっと倫理的にどうなのかなという気がしますよね。 過去の東日本大震災の時の民主党の、ね、対応との比較、これもね、今持ち出さなくたっていいじゃないですか、はい、それはね、あの批判する人、肯定する人、様々いると思いますが、とりあえず、今の問題には東日本大震災のねその民主党政権がよくやってないから、その評価もどうでもいいんですよ、はっきり言って。今のこのね、あの対応の、ね、目の,前の対応ですよね,ね本当に足りないものがあれば、えー、国民が、ね、声を上げていくのは重要ですが、はい、今行われて のはどう考えてもこの誤情報があまりにも多いんで岸田さんが SNS を今回非常によく使ってるなっていうことで僕なんかはですねまああの6時代でも言いましたけれどもかなり有事に強い。 そうですね、そういったところを自分の関心領域に引き付ければ、経済対策にも少し生かしてほしいなと、特にこの予備費の使い方はね、かなりうまくやってますんで、これと同じような形で今後も財政、金融ともにリードしてほしいなというふうに思いますね、それのがあが、能登半島の震災っていうものを国民全体で支えることが可能になると思います。はい 時刻7時16分です今朝のおコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんですニュースピックアップ今度はこちら朝日新聞春冬賃上げ予測3.85% 今年の春冬の賃上げ率について民間予測の平均が3.85%となりました実現すれば去年の賃上げ率3.60%を上回り1993年の3.89%以来31年ぶりの上昇率となります労働組合が高水準の賃上げを要求する方針だといいます物価上昇をカバーするにはベースアップが重要となります賃上げのこの 動きですが今のところ田中さんはどうご覧になりますか。まああの今のところはですね、はいえー、この予測で見る限りは非常にいいですよね。はい、ただまあ不安材料が二つあって、一、えー、つはですねやはりあの大企業と中小企業のこの賃上げのですね、えー、格差がまあ去年はですねあんまりなかった方なんですが今年はかなり広がるような気がします。はい、それはやはりこの、えー、まあ経営のですねあの余力って言いますか賃上げできるほどこう中小 企業の経営がまあ,あの改善していない可能性が高いわけですよね。え、はい、それを考えるとですね、えー、この大企業と中小企業の間の賃金格差が去年よりさらにあの拡大する可能性が出てくるということです。はいえー、でそれをま解消するためにはまあ、えー、消費をですねもっと活性化しなきゃいけないんですがそこに課題が残ってますね。はい、もう一個は、えーえー、物価がですねまあ、今のところ、えー、予測では3%台をかなり切るだろうと いう,ふうに言われてますんで、はい、そうなると、このね、えー、春闘の賃上げ予測だけで見てみますとね、ね、はい、かなりこう実質賃金も上がってくるわけなんですが、えーえー、意外とこの物価が下がらない可能性もですね見ておかなければいけないと思いますね。はい、エネルギー価格がを中心にですね、えー、今、かなり下がっていますけれども、それが今後どうなるか、かなりこう不確定な要素もありますし、はいえー、天候の問題とかで、えー、食料問題とかですね、あとウクライナ戦争がまたどんなふうに に転ぶか分かりませんから、えー、そういった形でヨーロッパ発で食料不足みたいなものがです、ね、また連鎖的に世界的に深刻化する可能性もあります、はい、まあそういったことも含めるとちょっと物価に不確実性がまだ残っていると、はい、この2点をです、ね、やっぱ注意してみなきゃいけないなと思いますね、はいまあ、今回この春闘賃上げの予測専門家36人の平均、まあ、これが3.85%と出ましたが4%を超える賃上げ率を見込んだ ミストももちろんいて、ですね3人いて、その中で人手不足が深刻なサービス業や中小企業でも高い賃上げが広がる、去年は大企業と比べて中小の賃上げが鈍く、課題とされるが、サービス分野でも価格の転嫁が進んで、賃上げの原資が確保でき、人材確保にも賃上げは欠かせない、こういうふうに理由を言っています。一方と予測したこの専門家も この人は前の年を大きく上回る賃上げは難しいと見るとコロナ禍から回復した去年に比べ企業収益の伸びが鈍化していることが懸念名目賃金は伸びても物価の上昇に追いつかず働き手の購買力を示す実質賃金は去年11月分まで20ヶ月連続でマイナスが続いているというようなことですね。ねねだだからまあ購買力を上げていく、はい、実質賃金にこだわりすぎるののちょっと、ね、あの経済 大学的には保留したいんですが、はい、少なくとも購買力、はいえー、所得からですねあのいろんな負担を引いた自由に使えるお金、ね、はい、これをもっと拡充していく点でですね、えー、あのまあ、おそらく日本経済がより、はい、まあ、大きい段階にですねステップして、はい、あのアップしていくという点ではまあ、間違いないと思います。はい、そこにやはり岸田政権は力を入れてほしいと思いますね。まあ、そこですよね。はい 購買力を一番良かったのは消費減税なんですがそれについては憲法9条を変えるよりも難しいみたいなんであきれ果ててますけどそれでも所得減税やると所得減税やるとすれば商品に結びつけるため所得減税やっても貯蓄しちゃったら終わりですから商品はありませんからねそのためには岸田政権である限りは増税増負担はこれから一切しませんというぐらいの強い 意思表明をしなきゃいけないと思うんですが、ええ、まあそれなかなかね難しいとなると、ええ、んこの政権いつまで続くのかなと先ほどねあの震災対応はうまくやってると言いましたけれども、えええー、それはあくまでも震災対応なわけなんで、ええ、有事対応と平時の,、ね、経,済あの経済運営はある程度分けて考えなきゃいけない、ま、点があると思うんですよ。経済運営の点ではかなりこう、ね、苦しいなという気がしますね。ええ これでも、もし田中さん、春闘賃上げ予測通り3.85くらいいって、ですねはい、はい、で6月にあの例の所得税の4兆円分、これ来ますよね、はい、はい、そうすると数字上はなんかこうデフレ出したかなみたいに、判断されやすすくなるんですかそう,そうですね、ね<ー>でおそらくあの日銀はそういった動きを見てですね、はい。あ あのー、多分マイナス金利の解除っていうのは、はい、これはまあ上田さんの個人的な執念ですから、1月にはできなかったと、はい、それはやはり能登半島の地震があったということで、それいうのを判断してです、ね、4月におそらくやるだろうと。うん でこれについてはですね私はやらなくても別にいいと思ってですねあの金融政策の早期引き締め緩和解除そういったことの期待をですねマーケットにもたらしてしまうのであまりこう急いでやる必要は全然ないという,ふうに思っていますがまあやるでしょう、おそらく。そうなるとですね全体的にここでねまあ賃上げが 予測通りに本当にうまくいって、はい、なおかつ中小企業の,、ね、あの賃上げも、えーまあ、楽観予想が当てはまるというような形になって所得減税になったら、はい、なんとなくね経済は良くなった感がありますがどうなんですかね。そう うまくいくのかどうかですね。そうですね。僕はそういうふうにね、えー、あの楽観者してません、ね。やっぱ消費があまりにも弱いんですよ。はい、だからこの消費をね、もう少しこれ活性化しないと、えー、ただ単にあのコストプッシュ型のですね、あの物価高を最終価格に転化してるだけなんですよね。はい、あのだそういったも問題、そういったね動きがいくらあっても、えー、我々の課書分所得が増えて消費が あってでそれで、えー、まあ言ってみれば財やサービスの人気が上がっていくわけですよ。はい、人気が上がったんでじゃあ価格を上げてもね、えー、人気に負けないだろうというんで上げていくと、はい、そういったことができるような経済にはなってないわけなんですよね。はい、だからそれどういうふうにね、えー、うまくいけるのかまだ全然自信ないですね。僕が政策担当者だったらね続いてはこちら朝日新聞 GDP 日本4位転落確実。 今年の名目 GDP で日本がドイツに抜かれ世界4位に転落することがほぼ確実となりましたアメリカのドル換算で比べるために日本の GDP が円安で目減りする一方ドイツは大幅な物価高でかさ上げがされるということが要因と言いますただ長期的にドイツの経済成長率が日本を上回ってきた積み重ねの結果、まあ、こういう面もあると名目 GDP はその国が 生み出すものサービスなどの付加価値の総額です経済規模を比べるときに使う代表的な指標でして1位はアメリカ2位中国ですで、各国の経済規模をめぐっては日本は1968年に当時の西ドイツを上回り世界2位の経済大国となりましたしかし2010年に GDP で中国に抜かれ3位になっていましたまあ、今回4位に転落することが確実ということなんですが 田中さん、これはどうご覧になりますかまあこういった GDP、ね・あのオリンピック競技が好きな人がいてどんだけ暇人なのかなって本当に正直思いますけれども、はい、まあこれはね、えー 確か IMF ですか、えー、どっかの国,、えー、国際機関が発表したんですよね、はいえー、でそれの,この担当官も言ってましたけれども、多分 IMF だったかな、依然として、えー、これは、ね、物価高であるとか、あるいは円安が進んでいる為替レートの、えー、問題が反映しているので、はい、依然として日本の方が GDP はドイツよりも大きいですって、はい、ちゃんと言ってるんですよね。えー、だけどそういったことは一切無視して 見出しには GDP 日本要因転落確実、はいえー、GDP オリンピックに関心のある、ねえー、皆さん、ねはい、ついに日本は、えー、銅メダルも取れませんでしたってってですね<ー>誰がくれるんだよとサラマンチかよと <laughs> サラマンチ出てこいよと<笑><笑>サ,サマラマンチが <laughs> 懐かしいですねサマランチ会長そういう、ね、話じゃないですよね大体ドイツが今言ったように物価高が反映してるわけなんですよね。はい、2023年の のドイツの物価って、ええ、六パーセントぐらいなんですよ。対して日本はですね、三パーセント。ダブルスコアで向こう物価高いんですよ。で、物価が高いと、どういうこと起こってますか。あの、日本でもそうですよね。あの、物価が高いと、物買えないじゃないですか。六パーセントもあると、ね、見かけ経済規模が銅メダルでも。その銅メダルね、中身ね。あの、バッタモンですよ。ドイツの人たち、生活にすごい困ってる。大変。なんだ、そうでねおはよう、寺ちゃん。 でもドイツからねあのいろんなあのコメンテーターの方が出てきて村中理子さんとかね皆さん言ってるはずですよ言ってませんかあのハッピーとか言ってるんですか村中さんはあの医学なのであんまりこう物価の方は触れてはいないんですけどもそうですか川口真恵美さんねドイツなんか言ってますよハッピーってそちらもこう政治の方問題っ言って今度聞きます今度聞かせていただきますだめだなあでも少しはあの聞いてますよ大変だ あ大変だだとと、えー、おっっしゃってますすよよそうう思んでやっぱ6%の物価上昇っていうのはね、はい、大変だと思いますんで、えー、だからね、えー、銅メダル取ったからといってドイツの人たちは、えー、まあ喜んでるのかって言ったら、まあ、そんな問題よりも今のねあの物価高対策をどうにかしろとか、はい、エネルギー問題を、ね、抜本的にどうにかしなきゃいけないんじゃないかとか、はい、いろんなあと移民問題とかね。えー そういったあの課題の方にえ注目が行くのはまあこれ当たり前で日本だってそうですよね本当にデフレ脱却できるのかなとかねあの賃金と物価の好循環って本当に実現できるのかとかそういったことをね心配するのが当たり前で別にね日本がドイツに負けたからってねあそうですかとさすがにねあのもっとね下のね国々。 に負けたらね、今、順位180とか190位ぐらいになりましたとか言ったら、ですねさすがにそれはちょっと終わりだろうと、終わるかなっていう気がしますけど、えーでね、これだから他と比較するんじゃなくて、自分たちでしっかりやればいいことなわけですからねいい、えー、しかも、ですね日本の名目 GDP のです、ね、規模はですね、はい、うまくやればですね、えーえー 今年度、あの、おそらく600兆円ぐらいになるわけですよ。はい、長らくずっと500兆円台だったのが、ようやく600兆円台になって、はい、で、これがどん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 ですね、いけばですね、あの、実態の経済も当然上がってってますから、はい、あの、何も困らないわけですよ。えー、あの、6時台で日経平均株価がね、今、あの、えー、バブル期、えー、崩壊以降ね、はい、あの、高値で三、ねえー、3万6千円台ですか。はい、でそ、えー、それをもう今度ね、あの、えー、バブルで最高値、まあ、目,指目指して。 遅れてきた青春をね、えー、あのリカバリーするみたいなはず、はい、こと言いましたが、はい、もう遅れてきた青春なんですよ、うんね、これも。これも、えーね、ドイツもね遅れてんの。はい はいドイツもずらかぶってるんですよいやそうなのとかどうなんだろう日本もですねあのこれからねあの GDP ね安定化させてコツコツねコツコツいくわけなんですよねまあそうなんなかったらダメだと思いますけどね今肝心な時なんですね今一番重要今年が一番重要ですよもう今年ずらになるのか自盤が増えるのかそうですよその違いなんですよどっちがいいということですかもうね気配薬スリに 酔っちゃダメあ、えー、無駄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 、えー、構造改革とか成長戦略とかね景気が悪い時にやろうっていう人たちいるでしょ、はい、あれはですねあの抜け毛が激しい時に気配薬を無理やり塗り込んでるとかねあ,、はい、あとまだ動物実験段階で成功したのに、えー、いきなり人間に使用して全然効きませんでしたっていうね<ー> もうここ30年間ね動物臨床実験ですごい成果上がりましたっていうニュースをですね100回浴びた1個としてそれが人間に結びついていないそうです今のところ残念ながらそれと同じことが日本経済でも言えたわけなんですよ30年間ねようやくデフレ脱却か日経平均ちょっと上がったっつってですねちょっと増えたかもっていやそれは違うんだと産毛なんだよ 産毛がいっぱい増えたからったって,ってもも。もう間違っちゃダメだと。それは黒い毛じゃないんだって。ええー、そこですね。脱毛もできないんだよ、<ー>産毛は。いやいや,いや、わからんけど、そこは。<laughs> はい、続いてはこちら。産経新聞、南太平洋ナウル、台湾断交。 南太平洋島し国のナウルは台湾との外交関係を解消して中国と国交を樹立すると発表しましたこれで台湾が外交関係を有する国は12カ国となりました 13日投開票の台湾の総統選挙では中国が台湾独立派として敵視する民主・進歩民主進歩党の来、えー、イ副総統が当選したばかりです中国は台湾と外交関係を持つ国を切り崩して民進党政権に圧力をかける狙いがあると見られますナウル政府は声明で自国と国民の最善の利益のための決定だと前置きして台湾を中国領土中 中国領土の不可分の一部だと認めると言及台湾との国交を断絶し、台湾とのいかなる公の交流も行わないまあ、このように宣言しました。南太平洋島嶼国のナウルが台湾との外交関係を解消し、中国と国交を樹立するまあ、このタイミングで発表したというのは。これ、田中さんね。そうですね。えー、だからまあでもこのタイミングっていうことはですね。はい、大副総統が、はいえー、当選した。 云々じゃなくて国民党の,、ねはい、あの候補が、はい、あの当選してもこのタイミングでやったんでしょうから<ー>だからそれを考えるとですね、えー、これどうなのかなってねあのタイミング問題ね嫌がらせのようにも思えるんですが、はい、そこまで治る政府がね、えー まあ民進党の候補が当選したからっつって、えーえー、このタイミングで、えー、やりましょうか習近平様みたいなね,、はい、ねそんな感じなんですか、ね、でもどの候補が多分当選してもこのタイミングだったんじゃないかなっていうふうふには思いますけどね。 あと、えー、一言言うと、はい、あまり台湾困んないんじゃないかな、ね、このナウルと台湾、えー、あの断交したとしてもですね、はい、でナウルというのは面積およそ21平方キロメートル東京の品川区とほぼ同じ人口およそ1万2000人、えー、ナウルはですねこの1968年に独立して肥料の原料となる林鉱石の輸出、まあ、これで潤って一時は中東の産油国にも匹敵する世界屈指 一の裕福な国家となりましたがその後林鉱石のこの採掘量が減少したことで90年代後半には経済が破綻状態になったといいますで、そんなナウルは1980年に外交関係を台湾と結びましたが2002年中国と国交を樹立2005年から再度台湾との関係を回復しましたが今回台湾との外交関係を解消すると発表したと言ったり来たりしているという感じなんですねまあしょうがないですよね やっぱ、ね、経済破綻だから、うんまあ、経済援助っていうものに、はいまあ、あの人参を、えー、<ー>前にぶら下げられてですね、はい、あ右往左往しているっていうふうにこれ国際的に思われてしまうので、はいえー、治る国民の方々はです、ね、ぜひですねあのなんて言いますかねあの外交の本筋で、はいえー、全方位外交という形でやった方がい、ね、いいんじゃないですかね、えーはい、続いてはこちら日経新聞「トランプ氏根強い支持」。 アメリカ共和党は15日夜日本時間16日午前11月5日投開票の大統領選を戦う候補者指名争いの初戦を中西部アイオワ州で開きます直前の調査によるとトランプ前大統領選考ヘイリー元国連大使らが追っているという状況です大統領の座をめぐる10ヶ月間の戦い幕を開けます支持率で圧倒的首位をを走るトランプ前大統領をフロリダ 州のデサンテス知事とヘイリー元国連大使がオウコーズです。むしろこの2位争いに注目が集まっているといいます。ヘイリー氏、デサ,デサンティス氏にとってはですね、2位の好成績を収めるとトランプ候補の指名獲得は必然的な結論ではないという見方。まあ、これがですね、明脈を保つことになると。特にデサンティス氏はアイオワ州に資金を投入して全99軍を有罪しました。 もしデサンティス氏が3位に終わると、もう致命的な結果となる可能性があるとも言われています。まあ、現時点ではトランプ前大統領、この支持率がトップのようですね、アイオワ州。そうですね、はい、かなり圧勝するんじゃないかっていうですね見方も出てますから、はい 2> えー、2位以下の人たちがですね、えー、どういうふうにこう立ち、あのーまあ、土俵際、残れるのかどうか、えーまあ、トランプ氏としては圧勝して弾みつけたいところ、えー、なんで,う、ね、そうですよね。 ねえかなり前線するとなるとこれはまあ例えば年齢問題っていうのはねトランプさんにもあの出てきますから七十七ですかねはいえそういったことを考えるとまあなかなかね今後どうなるか長期戦ですからねわからない面も出てくると思いますね、はいまあ、あのねゴールは十一月五日です,もん、ね、そうですよね、えー、本当にね、はい、お金もかかれば体力もいるって、ね これ、えー、民主主義のコストと、えー、かけすぎなんじゃないかなという気はしますけどね、のこの大統領選挙ね、えー、はね、い。時刻7時36分です。 時時刻7時38分になるところでです今朝のコメンテータータは経済学者で常務大学者大教授田中秀富さんです中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求問題で金融庁は損害保険ジャパンと持ち株会社の損保ホールディングスに対し保険業法に基づいて月内にも業務改善命令を出す方向で検討していることが分かりました。 顧客対応が不十分で内部,内部管理体制にも不備があると判断しましたソンポジャパンは2004年以降延べ40人以上の社員をビッグモーターに出向させていましたおととし7月には不正の疑いを経営陣が認識しながら早期に取引を再開していましたビッグモーターの全店舗を対象に自己車両の査定を簡略化する対応これも取っていたといいます 金融庁は損保ジャパンと損保ホールディングスに立ち入り検査を行っていまして損保各社の中で最もビッグモーターと関係が深く実態や背景などを詳しく調べていました、まあ、ずぶずぶそしてずさんな体制だったということになるんでしょうがこれは田中さんはどう思われますかそうですよね、えー、本当にこのの、えー、中古車市場と保険会社の このね、退出今回非常にこのビッグモーター事件で大きなね、あの問題を国民にね提示したと思いますよね。まあ僕なんかも本当にも疑いの目がですね、もう色濃くあってですね、本当に金融庁も元ね頑張ってほしいなと。以前から分かってたと思うんですよね、こういった問題もね。まあ噂とかそういうものですね。金融庁も怠慢だったということなんじゃないですか。持たなかったということですか。さてダイハツ工業の認証不正問題をめぐって国土交通省 はダイハツの滋賀工場で実施中の車両の衝突試験の様子を報道陣に公開しました。国交省は不正のあった国内で販売中の車種について9日から検証中で安全基準を満たしているか確認されるまで出荷を停止するよう指示しています。 国内で販売中の27車種などを対象に行われている試験は昨日の時点で2車種が全試験項目を完了していますえ国交省はまずミライースなど5車種について安全性を検証する方針を固めています 今月中にも分析を終えた車種の検証結果公表を目指していて安全性が確認されれば出荷再開に一定の道筋がつくことになります。大発の認証不正問題 ですが、まあ、これは田中さん以下でしょうねいや本当、ねはい、こちらの方はまはあ、新車市場ですよね、本当にこういった問題あると、うん、自動車産業しっかりしてほしいなというふうふに思いますよね、うんはい、日本を支えている、ねえー、産業なんですかダイハツ工業といえばですね認証この不正というのがトヨタ自動車、あとマツダなどへ供給している車種にまで及んでいるというところですから、ねまあ、拡大、あと長期化。だから日本の 自動車に対するイメージを、ね、国際的にもこう損ねた事件だと思いますよ時刻7時41分です。 今朝のコメンテーター経済学者で上務大学教授田中秀富さんです今年は岸田総理の政権運営に関わる重要な選挙いくつも控えています十四日告示された東京都八王子市長選挙を皮切りに四月の衆議院補欠選挙七月の東京都知事選挙などの結果九月の任期満了に伴う党総裁選の情勢に影響を与えるといいます八王子市政治資金問題を受けて 政調会長を辞任した萩生田光一氏の地元です萩生田氏出陣式直前にマイクを握り本来なら私が先頭で陣頭式を取らなければいけないが政治不信を招いていると陳謝市長選は自民公明推薦候補と立憲民主党共産党などが支持する候補の与野党対決となりました4月には衆議院島根1区の補選が行われますが政治資金問題を受けて自民議員が自 ショした場合補選の対象の選挙区が増えます自民党が大きく負け越せば総理の求心力は低下します 選挙で立て続けに候補が敗北して、総裁選出馬を断念した菅前総理も、このですね記憶に新しいわけなんですが、このあたり、非常に注目ですすねねそうででも岸田さんって、結構、鈍感力持ってるんで、このままスルーして、ですね総裁選まで、たとえ負けたとしていっちゃったりして、なんとなくみんなもね、押しちゃって、再選しちゃったりして、を狙ってたりして。 全部誰ですが <laughs>、えー、私のだからまあ今のこの自民党の中の雰囲気だと無派閥の人がね、はい、なんかあの注目を浴びてくると思うんですよ。えー、そうするとやっぱね高市さんであるとかねあと菅さん自身、まあ、本に受けるかどうか分かんないですけどね再登板とかね、はい、まあいろんなものが出てくるでしょうけどでも鈍感力で岸田さんがなんか。 俺行くみたいな気がつけばなんでっつって、えー、あ <laughs> なんで,なんでって言、えー、<ー>っちゃったりして、はい、いやどうなるんでしょうねどうなんですかね,ね、はい、さてジャクサ宇宙航空研究開発機構は昨日日本初の月面着陸を目指す無人探査機スリムが着陸に向け高度600キロの月の円軌道に投入されたと発表しました JAXA が開発したです、ね、無人探査機スリム現在月の周回軌道、これを飛行中です JAXA によるとスリムは14日夕方、進路を修正し、高度およそ600キロの円軌道に予定通り投入されたといいますで今後、段階的に降りていって20日午前0時ごろ、高度15キロから最終降下を始めておよそ20分後に月面着陸に挑戦です。で着陸の後 誤差を他の国の10分の1以下の100メートル以内とすることを目指していて着陸に成功すればえ世界で5カ国目になるといいます無人探査機月面着陸これでもうちょっと驚いたのが 誤差が、えー、他の国の十分の1でも100メートルあるっていう、ね、やっぱりと離れてるからなんですかね。ありますね意外とね,ね。結構ね。ねだから他の国はだからもっと1キロぐらい。1> 1 1キロやっぱこの程度の化学力だから気配薬がまれないんだわそこに行っちゃうんですかいやそこですよいやいいすべて月何も生えてないんじゃないですかあんなねあんなあそこは何も生えねえところにそんなふざけんなよとスリムだとこっちはね頭のスリムスリム化に成功しすぎちゃってそんなとこで怒ってどうすんですか田中さん成功はしてもらいたいんですけどね えー、もっとね隠、はい、けるところ違うだろうと。はい ケニカケらいや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 ,いやまあでもほらね宇宙っていうところにもやはりこうロマンもあるしねいやいやえケニカケラに大ロマンですよ <laughs> ロマン確かに髪の毛にもロマンでいった瞬間にあるなみたいに思ってして、ねえー、まあこういうことでちょっと和ませていただいてですねいやだけどこのジャクサもですねまあこのねいろいろロケット H3 がうまくいかなかったりこの前 H2A はうまくいったりとか。 ね。ええ、このあたりも頑張っていただきたいところではありますね。すねええ、付け足しですけどね。はい、はい。田中さんありがとうございました。したこの後お隣さんです。おはよう寺ちゃんまた明日です。今日もいい一日になりますように。